プロスルチアミンは、プロピルジスルフィドチアミンとして知られており、ビタミン B1 欠乏症の治療薬として1950年代に日本で開発されたジスルフィドチアミンである。プロスルチアミンは、チアミン誘導体として、使用性を増加させたものであり、長官からの吸収に際しての輸送に立足されない。プロスルチアミンについて、次のような歴史が存在する。 1952年3月8日に、京都大学衛生学の藤原原店は、武田薬品工業研究部と提携して、ニンニクとビタミン B1 が反応すると、ニンニクの成分アリシンが B1 に作用してできるアリチアミンができると報告した。そのアリチアミンは、体内で B1 に戻り、さらに長官からの吸収が極めてよく、 血中 B1 濃度の上昇が顕著で長時間続くという従来のビタミン B1 製剤にはない特性があることを報告した。また、武田薬品工業はアリチアミンの製剤化に力を入れ、1954年3月、アリチアミンの誘導体であるプロスルチアミンの内服薬アリナミン状が発売され、従来のビタミン B1 剤に見られない優れた効果を示した。 アリナミンとその類似品の浸透により、当時手の打ちどころがなかった潜在性学家が退治されることとなった。国民の活気死亡者は1950年3968人、1955年1126人、1960年350人、1965年92人と減少したのである。しかし、 1975年には、格ケが再燃し、原因には、砂糖の多い飲食品や、副食の少ないインスタント食品といったビタミンの少ないジャンクフードがあることが分かった。プロスルチアミンは服用するとニンニク臭くなるという問題がある。血液中でプロスルチアミンが分解すると、チアミンと共に、ニンニク臭の元の一つである N、プロピルメルカプタンが生じ、呼気に出てくるためである。 この問題を解決した誘導体がフルスルチアミンである。ありがとうございます。